場合の数、重複組み合わせ、バイキングでの料理の選び方を考えます。その前に、この同じものを含む順列について学習しておいてください。では、始めます。それでは、 あるレストランのバイキングだと思って考えましょう。鶏の唐揚げ、エビフライ、シューマイから5個を選びます。1の自由に選んでよいというのは選ばない種類があってもよいということです。それに対してカッコ2は書いてある通り必ず3種類とも選ばなければならないということです。 そうなんじゃ、バイキングじゃない、という反論は、ここでは受け付けません。さて、このように、同じものを、繰り返し選んで良い組み合わせの問題を、重複組み合わせ、と呼んでいます。それでは、この問題は、どう考えたらいいでしょう。まず、押さえておきたいのが、選ぶ料理の順番は関係ない。 とというこしたがって料理の順番は固定しておきましょう問題に書いてある順に唐揚げエビフライシューマイの順にしますで順に個数を考えるわけですが個数を数字で書くよりも例えばこれは唐揚げが2個エビフライが1個シューマイが2個ということを表していますこういうふうに その数だけ文字を書いてみた方が合計で5個ということも見えてわかりやすいのではないでしょうか。これはエビフライが4個とシューマイを1個。これは唐揚げ3個とシューマイ2個です。それではこうして片っ端から書き並べて数えればいいというならこの授業動画は必要ありません。では どういうアイデアがあるのかというのがこの授業です。で、左から順に唐揚げ、エビフライ、シューマイというのは変えないので、種類の区切り線を入れると、区切られた3つの領域の左から順に唐揚げ、エビフライ、シューマイということに決まっているわけですから、かとかえとかし、 ゆ、いう文字でなくても。これでも、左から順に、唐揚げが2個、エビフライが1個、そして、シューマイが2個、ということがわかります。お皿を5枚用意しておいて、唐揚げ、エビフライ、シューマイの順に、料理の前を通りながら、欲しいものを左のお皿から乗せていく、というイメージです。すると、 これは、唐揚げは0個ということを表し、これなら、エビフライが0個ということになります。結局、これは、丸5個と区切り線2本の順列になっており、その総数が3種類の料理の個数のすべての組み合わせに対応するということになります。ね。選ぶ料理の総数5個を どのように3つの領域に分けるかという言い方もできますそれでは回答として示します丸5個というのは選ぶ料理の個数でそれを3つの領域に分けるための区切り線は2本でいいですね区切り線は分ける数より1少なくていいですよね この順列の数はどうやって計算できるかというと同じものを含む順列という授業で学習したように全部で7個の記号の置き場所のうちどの2箇所に区切り線を置くかが決まればよいと考えるのでしたねということであとは計算よろしいでしょうか では、カッコねえきましょう。今度は、必ず、3種類とも取りなさい、ということです。好き嫌いはいけません、ということでしょうか。これは、どう考えればいいか、状況をよく観察しましょう。丸と区切り線の説明をした、右側の図において、区切り線が左端にあると、唐揚げがなくなってしまうので、 これはダメ、となりまたこれは区切り線に挟まれた領域シューマイがなしになってしまうので丸と丸の間の同じところに区切り線を2本とも入れるのもダメということですこう考えると区切り線で区切られた3つの領域に 丸が存在するように区切り線を入れればいいので、そうすると、丸と丸の間、この矢印をつけた4箇所のうちの、異なる2箇所に区切り線を1本ずつ入れればよいことがわかります。異なるというところは重要です。ということで、この説明も回答の一部分として、この後の計算をします。 となりますよろしいですかこれをこ2の回答のその1としますでは他の回答考え方も見てみましょう回答のその2です問題の表現を変えるとどの料理も 少なくとも1個は選ぶとなります。ならば、はじめから各料理を1個ずつ確保しておいて、あと2個をカッ1のように自由に選べばいいですね。では、このまま回答を続けます。3種類の料理から2個を選ぶというのは、先ほどのその1の方法が適用できて、 丸2個と3つの領域に区切るための区切り線2本の順列の数に等しいので。となります。その1と考え方は違いますが、計算は全く同じです。最初に問題の言い換えをしましたが、少なくともという表現を見たら、そうでない方に目を向けてみる。 というのもよくあるパターンです。では次のボードでその方向の回答を考えてみたいと思います。回答のその3です。どの料理も少なくとも1個ではない状態というのは0個のものがあるということです。そこでカッ1の無条件の場合の数。 から、1種類だけのものと2種類だけのものを除けばよいですねでは回答を続けますまず5個全部どれか1種類だけというのは明らかに3通りですねまた2種類だけというのはまずどの2種類なのかが3通り その、それぞれにおいて、合計5個になる個数の組み合わせは、これらの4通りです。この部分は、こういう考えでも4通りだとわかります。で、2種類だけで5個選ぶ場合の数は、です。したがって、 三種類とも含まれる選び方は、これと、これを、括弧1の結果、21から引けばいいので、となります。いかがですか学校の授業では、こうして、いくつもの解き方を考える時間がなかなか取れないと思いますが、こういうことも、ゆっくりやりたいものです。 それはさておきこの授業動画の締めとして問いをやってみましょうこれがバイキングの料理問題の締めなんだろうかと思うかもしれませんが例題との関連を見てみます例題をこの問いのように表すとという この問いのような式で表現することができます。で、1は0のものがあっても良いという条件で、例題の1自由に料理を選んで良いという場合に相当します。2は不等式にイコールが入っておらず、しかも前提が整数なので、どの変数も1以上ということになります。 これは例題のカッコに、どの料理も必ず選ぶという場合に相当します。では、先に皆さんでやってみるときは動画を一時停止してください。動画はすぐに答え合わせを始めます。まず、カッコ1。先ほどの説明の通りなので、例題の回答に習って、 丸13個と4つの領域に分けるための区切り線3本の順列です。念のため、例えば、こういう場合は、w が2、x は4で、y は0、そして z イコール7という場合を表しています。では、計算。 よろしいですかでは、2。これはすべての変数が1以上ということで、例題のカッ2では3通りの回答を示しましたが、ここは1つの方法だけでいいでしょう。そこで、 最もシンプルで分かりやすいと思われる方法で回答します。それは、丸と丸の間、12箇所のうちの、異なる3箇所に、区切りの縦線を、1本ずつ入れるという方法です。これも、異なる、というところは重要です。このように考えれば、計算は単純に、 こうなります。皆さんは、ぜひ、他の方法でも答案を作ってみてください。なお、この問題は、13個のものを4人に分配するという表現で出題される場合もあります。この授業の例題と問いの関係もそうでしたが、表現が変わっても根底の部分は同じだ。 ということが見抜けるようになるには、多くの問題に接していく必要があると思います。頑張りましょう。それでは、今回の授業はこれで終わります。